渋谷クロス FM。 この時間帯からはペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよをお送りいたします。番組のパーソナリティを務めます NPO 法人若者メンタルサポート協会理事長をしております岡田沙織と申します。今週もよろしくお願いいたします。この番組はですね、生きづらさを抱えた若者の現状をリアルに発信する番組となっております。今日本ではリストカットとか自傷行為とか本当にこうそういうのを繰り返す生きづらさに悩み苦しんでる若者たちがこう大人が想像している以上に本当にたくさん存在しているんですね。でみんな欲しい愛を親からももらえずに家にも学校にも居場所を見つけられないままこう消えてしまいたいと日々悩み苦しんでいます。だけどその死にたいとか消えたいっていう思いっていうのは本当は生きたいし幸せになりたいし愛されたいっていう心の叫びだったりするんですね。で私自身も毎週のように言ってるんですがこの渋谷で2週間帰らずにセンター街で寝ていたりとかまあいろいろ本当にさまよっていろんなことをしてきた当事者でありでそんないろんな経験を乗り越えて今は同じように悩み苦しんでいる若者の無料相談の活動をしているわけなんですけれどもその毎日毎日メールとか電話とか LINE とかがその届く中にはもう本当に親も誰も信じられなくて孤独感に怯えて苦しんでいる子たちのこう叫びがたくさん詰まってるんですね。で少しでもみんなのそういう声を大人たちにで少しでもみんなのそんな現状をこの社会にこうみんなのリアルな心の叫びや現状を若者の街ここ渋谷から発信していきたいと思っております。で番組のスケジュールなんですが一つ目のレギュラーコーナー岡田沙織の一言言いたいというこちらでは普段私が活動やカウンセリングをしている上でもうなんか思ってること言ってやりたいことみたいなそんなことをいろいろお話しさせていただいているミニコーナーです。で2つ目のゲストコーナーなんですけれども分かってくれている大人たちということでこのコーナーでは同じような活動をされていたりそういった子どもたちの気持ちが分かってくれるこう素敵私がもう素敵と思う大人たちをお声掛けしてもうゲストにお迎えしてお話をお伺いしてるんですけれども本日は、ミュージシャンのお二人でワンフリーナインのお二人をお迎えしてますのでお楽しみに。今消えてしまいたいと一人ぼっちで悩み苦しんでいる若者たちはもちろんたくさんの大人たちにもぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよはこの後4時50分までの生放送でお届けいたします。この番組は一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたします。 Music's our various emotions Love is the message You're listening to Shibuya Cross FM。はい、ここからは岡田沙織の一言言いたいということで、毎週のようにこの場でいつも思い立ったことを言っている本当なんかそんな思いつきなコーナーでもあったりするんですけど今そうだな何を一番皆さんにお話したいかなと思った時にちょっと浮かんだのが9月1日今月に入って何度も言ってるんですけどその9月1日っていうのは子どもたち その自殺が一番1年で多い日なんですね。まずデータとしてでじゃあ9月1日終わったらそれでいいのかっていう問題でもなくて未だにもちろん9月1日終わっているけれど本当死にたいっていうメールが毎日のように来ますし9月1日だけじゃねえんだよっていう問題なわけですよ。でその中でその私自身すごく思っていて私のところに来るのってみんな若者でしょって皆さん思われるんですけど
意外に、2割ぐらいのほとんど高校生なんですけど、高校生大学生がほとんどメインなんですけど、2割ぐらいたまに20代後半とか30代の方とか、この間ちょっとびっくりしたのが、58歳のおじさんですっていう LINE が来たりもして、その悩んでる人やっぱりこう大人もたくさんいるわけなんですよ。でその時期も関係なく皆さん来ているんですけど、その悩みの内容が、若い子たちはもちろんその家庭環境っていう部分で、もうなんだろうな、例えばこの間だと学校がもしかしたら大学が留年してしまうかもしれなくて、それをこう親になんかこういろいろもうなんか泣かれたと、その親に泣かれたことでもう自分はもう不安になってしまって、僕家出ちゃったんですみたいな子ももちろんいるし、そういう家庭環境が原因で死にたいとか消えたいってなっちゃってる子もたくさんいるんです。で大人になればなるほどそこが恋愛になるんですよ。その58歳の方もなんか女性関係の相談だったんですけど、例えば30歳ぐらいの女性でよく LINE が来るときは、もうご結婚されてて、例えばお腹に赤ちゃんがいるけれど主人が全然もう本当に信じられなくて、でも別れるに別れられないし薬も飲めないしみたいな、もうそういうこともあったりで、まあ、大体恋愛相談なんですね、その若者以外って。でこれ何が言いたいかというと、私いつもその大人の方のカウンセリングはもちろん有料でさせていただいている中で、子どもたち無料なので、結局その子どもの時に家庭環境でちゃんと親御さんに欲しい愛をもらえなかった人たちは、大人になってそれが恋愛に症状として現れることが非常に多いんです。で、例えて言うならば、子どもの時にちゃんと親から大切にこう愛を感じないで育ってしまった子は、その時にこう埋められなかった、本当は必要であった、その当時もらわなければいけなかった愛情がその埋まらないまま大人になっちゃうので、大人になってとてもこう不幸な恋愛をしてしまいがちなんです。で女性で言うと、例えば不倫してしまうとかもそうですし、なんか二股かけられたとかもそうですし、あとはやたら束縛する彼氏でもう苦しいとかでいつも言うんですけど、それってやっぱりこうほじくっていくと、みんな、なんかちっちゃい時とか家庭環境ってどうですかって聞くと、大体皆さん、いやパパもママもなんかちゃんと愛してくれてましたみたいなことを最初は言うんですけど、聞けば聞くほどそんなわけないと思ってほじくっていくと、大体確かにその彼女はお父さんからもお母さんからも、まあ愛されてはいたんだけど、そもそもお父さんとお母さんが仲が悪くて、お母さんがいつもそのお父さんがなんか不倫をしてて、お母さんが悩んでて、自分はなんか甘えられないまま大人になっちゃったとか、そういう何かしら家庭環境に不和があって、それで恋愛でそのなんかそうお父さんのような人を好きになっちゃうとか、例えば。あとはその心のどこかで夫婦はうまくいかないみたいなのが潜在意識で子どものところ頃からこう刷り込まれているので、なんかうまくいかない人をわざと選んじゃうんですね。なんか心理学的にも自分がそう思い込んでいるものを何でしょう、こう確認というか立証したくて、無意識的にそう幸せにならない人を選んじゃうっていうのがあって、こう幸せになりたいんですよ、なりたいって口では言ってるんですけど、無意識的にちゃんとした愛情をくれないような人を好きになって、ほらやっぱり男ってこうじゃんみたいなことをなんか潜在意識的にも無意識的にもこう試したくなっちゃうとか、確認するためにそういう恋愛に走っちゃう人が多くて、やっぱりね、大人の人たちもそういうことで悩んで、特に女性の人はもう消えてしまいたいみたいになってしまう方も非常に多いので、私が今やってる活動って子どもたち、若者たちを、ね、笑顔にして、とにかく生きててよかったと思える子たちを少しでも増やしたいと思ってやってるんですけど、これって結果やっぱりそういう子たちが癒されないまま大人になると、そういう恋愛をして大人になっても苦しんだり、もしくはその大人になってさらにそういう人と結婚して、また自分の子供にそういうことをしちゃったりみたいな連鎖が続いてしまうので、やっぱり私自身はまず子どもたちからそういうものを癒して、でもちろん大人の方のカウンセリングもする中で、少しでもこう皆さんがね、生きててよかったなって思える人が増えるといいなと改めて思っている今日この頃でございます。ということで、では1曲目いきたいんですけれども、今日のゲストで、ね、まあ、お友達というか、知人であるワンフリーナインのお二人の曲をぜひかけたいと思うんですが、よろしいでしょうか。では1曲目、ワンフリーナインでノックオン。
いつくばって涙をこらえて無邪気な嘘から始まってそうやって成長するにつれいつも遊んでた公園のブランド記憶から消えていくワンドランドくだらないと笑い飛ばされた君の描く実はまだ途中で未完成だからそこにこれからの未来を重ねてみるぐちゃぐちゃな君の夢の続きは今もまだ眠ったまま目を覚まさない傷つくことも知らずに怯えたまま羽ばたけない追いかけた君の夢の続きは今もまだ胸の中で濃くしてる羽ばたける翼した曲はワンフリーナインのお二人でノックオンでした。午後4時からお送りしておりますペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよは渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けします。ということで本日はですねゲストコーナー、ねもう
お友達でいいですか。お友達のワンフリーナインのお二人にお越しいただきました。ラップとメロディーが組み合わさった独自の音楽スタイルで都内を中心に全国を回っているミュージシャンのお二人です。本日よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。うるさいわ。ね、ぜひ、はい、自己紹介を兼ねて活動内容と含めて、はい、ぜひ教えてください。はい、はい、僕からいい？いいよ。はい、私がですね、はい、ワンフリーナインで、ま、曲とかも、うん、作らせていただいて、うん、ラップを担当しております、クララと言います。よろしくお願いいたします。クララちゃんみたいな感じですね。そうですね、クララちゃんになりますね。絶対言われるよね。はい、はいはいはい、はい、ボーカルやっておりますワンフリーナインの司です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どういう曲で、どういうあれで、まずこういつ頃からこう2人でみたいな、いろいろその辺、うん、そうですね、お聞かせください。ちょっとこれはまあ面白いエピソードがありまして、はい、聞きたい。面白い、まあ、そんなに言うほどじゃないかな。実はまあ職場のですね、僕、先輩と後輩っていう、最初の出会いは そこだったんですよ。はい、でまあね、ちょっと画面を通して見ていただければ分かりますが、うん、こういうね、成り立ちのひげ面の男が入ってまいりまして、うん、後輩で、はい、でまあ僕もその時、違う、まあ、ユニットを組んでてですね、音楽活動してたんですね。はい、まあ、でもちょっと解散してしまって、まあ彼がですね、ちょっと音楽の専門学校に行ってるっていうことだったので、うん、僕がちょっと曲を作る脳がなかったので、まあ、ちょっと彼に、まあ、ちょっとジャンルはおそらく違うだろうけど、ちょっと作ってくれないっていうのをお願いしたのがきっかけだったんです。それ何年前ぐらいなんですか。それも5年ぐらい前、以上前ですかね。はい、それちなみにどういう職場だったか、何屋さんかとか聞いていいですか。あ、ね、パソコン関係の、はい、なんか分かった、はいはいはい、それでパソコン関係から作ってもらったら、はい、本当はだから、はい、僕がその時バンドマンでバンド行ってたんですよ。へー、で、歌ってたんですか。ギターボーカルっていうのをやらせていただいたんですけど、はいはい、でまあ、ちょっとそのバンドも解散して、うん、でどうしようかなという時に司さんがこう声をかけてもらって、はい、で僕はその当時はまだバンドで行くつもりだったので、うんうん、まあ、曲だけちょっと提供してあげて、そういう裏の方も面白いかなということで、うんうんうん、曲も書き始めたんですけど、うん、やっぱり曲とかっていうのを自分で作るとやっぱり愛着が湧いてくるものでこの曲を俺が歌いたいっていうなってしまいまして、で、まあ、司さんに歌わせるのもいいんですけど、うん、僕もどうにか割り込んで入れないかなみたいな感じで、まあ、単純にシャシャリ出てきたんですね。もうね、シャシャっちゃった感じです。やりたくてしょうがなかったっていう、はいはいはい、そうなんですよ。でも聞いてみてどうでした、その時で出来上がったの聞いて。いや、まあ、僕は正直、うん、今までにないものを作りたいと思ってたので、うん、はい、なんかすごく見た目も楽曲の 中も、うん、全然違ったものが出来上がって、うんうん、あ、これありだなっていう風にピンときたので、うん、はい、そこからも一緒にやっていこうみたいな感じで、うん、頑張ってやってきたよね今までも、うん、素晴らしい。でデビューが、はいはい、いつぐらいでみたいな、まあ、そこから始まって、まあ、まだ全国的に流通はさせてもらってないんですけども、うんうん、まあ、一応自分たちインディーズ的な感じでは出させてもらったりはしてまして、はい、それがいつぐらい、まあ、いつぐらいで、まあ、いつだったっけ、昨年とかその前の年、うん、一昨年冬ぐらいですかね、 CD も出されて素晴らしいですね、はい、でもなんかいろんな、ね、Facebook とかでも拝見してて、はい、なんかいつもあちこちいろんなイベントに行ってるイメージなんですよね。まあね、なんかもう歌えるとこあれば行くぜみたいな生粋のお祭り野郎なんで、もうほぼほぼ結構野外とかのお祭りとかはよくお呼ばれしていただいて、そうですね、お祭りってこういうお祭りだったりもするんですか。盆踊りだったり、あとは夏は本当にもう花火大会、地方の、うん、はい、花火大会とかのステージとか、もうあとはまあ野外イベントですよね。なんか花火大会はまだあれですけど、お祭りでこう歌った時のこうお客さんの感じとか、どういう風に巻き込んでいくんですか。もうなんでしょう、もう僕らこんだけ楽しんでんだから、うん、あなたたちお祭りに来たんだから、うん、楽しむつもりで来たんだよね。聞いてください、じゃあ楽しもうよみたいなノリではなくて、僕たちの曲を聴いてねっていう感じではなく、はい、じゃないですかね、伝染して感じだよ ね、うん、なんかね、楽しみをこう巻き込んじゃうっていう感じで、いいですね、はい、そうそうそう、素晴らしいですね。そしたら皆さん案外ね、
まあ、もともとやっぱり楽しむつもりでやっぱり来てらっしゃる方たちも多いので、まあまあ、一緒に盛り上がろうっていう感じでこう来てくださるので、うん、すごい毎回 ね盛り上がりで、回数でいうともうどのくらいそのイベント含めて呼ばれたのお祭り含めてもう その皆さんがどのくらいライブされてるんですか、まあいやもう数えられないです数えてみてほしい7回みたいなそうですね、ホームページに一つ一つのライブを、まあ、載せてはいるのでそれ数カウントしていけば多分分かると思いますただ全部載ってたかね、結構まあまちまちなのでね、その年その年で、まあ、ただ去年はものすごいやったと思います、はい、まあ、今年も追い上げてきてますけど、ですよね、はい、まただと思っていつも私も拝見してて、そうですね、そのライブ、はい、素晴らしいですね、まあ、おかげさまでね、呼ばれてる皆さんがもう応援してくださるから、呼んでいただいてる感じで、とても謙虚なお二人でいや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 、ね、ぜひ2曲目のご紹介をね、じゃあ、はい、2曲目はですね、はい、まあ、バラードになるんですけれども、はい、まあ、ちょっと家族をテーマにした、家族の絆、うん、はい、まあ、僕が、まあ、こういう、まあ、見た目で分かるかもしれないんですが、うん、昔なかなかのやんちゃっぷりを発揮してまして、もうそのままなんですちょっと後で聞いていいですか、まあ、お父ちゃんお母ちゃんには迷惑をかけっぱなしでですね、はい、そういう時に、まあ、僕九州の佐賀県出身なんですが、はい、で上京してで本当に何も親孝行できないまま、うん、音楽やってて、うん、でそういう時にちょっと親父がですねお父さんがそう病気になってっていうのを聞いて、うん、でまあ、なんか僕の思い出としては何もちょっと出てこなくて、うん、いつから親父と話さなくなったんだろうとか、うん、なんかそういうのばっかり思って、でも今しか多分この曲作れないと思って今しか多分伝えられないっていう気持ちで考えたら本当になんか歌詞が溢れてきてメロディーが溢れてきてで作らせていただいてもう今しかできない今しか伝えられないという思いを込めた曲になります。ぜひ聴いてみたいですねでは、はい、ご紹介お願いします。はい、じゃあ聴いてください。ワンフリーナインでファミリーお願いします。一つない空の真下この不安定な時代の明日なんだかんだ言って俺はフリーターン吸ったもんだ打たれ強くなった。夢だけ持って出てきた東京いろんなこと経験したよ相当時間を離れて生まれて初めて両親のありがたさが身に染みた。どんな時も地元じゃちたなの知れた悪ガキどうしようもない腐ってた頃の話世間知らずバカ誰の選択肢詮索したところでただの白紙母ちゃんを泣かしたこともあった親父には恥をかかせてしまったやりたい放題迷惑かけた親不孝者だと気づけなかった。どんな時も繋がりかけがえのないそのぬくもりを
し出せる光だから、これからもずっとずっと輝き続けるよ。うるさく何度も言ってたっけ、何が起きてもあなただけは信じていると、命授かり家族になり、何年も続いてく物語、血のつながりかけがえのないそのぬくもりを、一人じゃない一つの未来、親子だけが照らし出せる光だから、これからもずっとずっと輝き続けるよ。には心配かけっぱなし、離れて知った家族のぬくもり、感謝の気持ち山ほどあるけど、うまく言えないからこの歌を届け。はい、お送りした曲はワンフリーナインのお二人でファミリーでした。午後4時からお送りしておりますペガサスチャンネル、岡田沙織の一人じゃないよは渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けしています。ということで本日はワンフリーナインの2人にお越しいただいてます。改めてよろしくお願いします。ね、なんかやんちゃんの時の話は個人的にいろいろも聞きたいんですけど、いろいろあって司さん違うんですね。僕はもう高青年で高青年で正統派で生きてきた、はい、ね、まあ、そうでもないけど、まあ、でも逆にその全然生き方が違ってるんで、そういうところも面白いって感じたんですよ。そう、全然あの、ね、タイプが違うじゃないですか、見た感じもそうだし、はいはいはい、生きてきたね、あの生き様も違うし、違うね、なんかでも だいたい結構でもこういかつそうに見えて実はとか、ね、ソフトそうに見えて実はみたいなギャップも特になく見たままなんですか。いえ、あの、ありますね、ギャップは。あるんですか、はい、ただそうですね、あの僕こう見えて、うん、ものすごい打たれ弱いです。ガラスのハートなんですよ。すぐパリンみたいな、コンタクトレンズぐらいの、コンタクトレンズぐらいなんですね。ちっちゃいもんね。パリンって打たれ強いんですか。打たれ強いですし、すごいんですよ。僕はもうガンガン行く方なので、なんかね、ライブとかでも全然緊張しないですし、うん、するんですか。毎回します。毎回ゲロ吐きそうになります。そうなんてしないんですね。あんまりないですね。あんまりないというか、もうなるようになれ精神なので。結構、まあだから本当こうきちきちっとしたこうシナリオが組まれてたりすると逆に緊張お互いにしたり、自由にやらせてくれるっていう空間だったら全然緊張しないですね。なるほど、すごいベタな質問ですけど、何型なんですかお二人。僕クララは O 型で、あ、なんかそんな感じ、そんな感じですよね。はい、あなたは司さんは。私も、あ、私は B 型です。はー、自己中心的に。と言われてる、ね、面白いですね。はい、でもあれですよね、それだけこうライブがメインっていうかでほぼやってたりすると、なんか普段どういう、はい、ライブの時はこういう思いでやって、なんかやろうみたいな、2人の中でこうルールだったり思ってることとか共通の思いとかなんかあったりするんですか。ライブに対してどういう思いで普段やってるんですか。なんでしょうね、その、ライブってこう、まあ、毎回そうなんですけど、そのお客さん来てくれるわけで、それってやっぱりその人のなんかこう
人生のうちの貴重な時間を僕らのために使ってもらって、うんうん、でお金を払って、うんうん、で見てきてくださるわけじゃないですか、はい、やっぱりそこのなんていうんですかね、やっぱり伝えるこう、うん、歌の言葉の重みだったりとか、なんかやっぱり そこにやっぱりこうお金が発生してきたりすると、うん、やっぱりこうなんか責任感というかね、もう楽しませて、で僕らも楽しんで、やっぱりそのみんなの笑顔が僕ら大好物なので、人の、はい、なのでですね、やっぱりライブ自体はもう全体通して本当に笑いあり、こう感動もあり、こうやっぱり何かをこう感じてちょっと違った気持ちになって、やっぱり最後ライブ会場出て行ってほしいなっていう気持ちはやっぱり毎回思ってやってますけどね。なるほど、笑いあり笑い担当みたいな。まあそのなんかね、なんか照れなんですかね、うん、僕 笑っていただかないとなんかやりづらいんですよ、うん、はい、あでも打たれ弱いんですね。笑わないで聞いててみようかな。もうそれもダメ、ふーんとかやったら弱っちゃう感じですよね。もうダメだね、もう逃げちゃいますどうでも動じないそういうのはっていう、ね、そうですね、僕は何にも感じないこの人は本当にね、基本的になんか僕が結構 MC とかは喋ってやってるんですけど、なんか隣でお客さんと一緒に楽しんでるぐらいの感じなんですね。なんなら一人で喋ってるぐらいのね、なんかそういう感覚、まあね、まあある意味適当だけどただやっぱ助かってる部分は、そのなんかそういう風に本当に冷静に周りを見てるので、なんかこうちゃんとここはこういうことを伝えなきゃいけないとか、そういうところはこうピシッとこう間をこうちゃんと作って、はいはい、そうやるんでね、ちゃんとあの準備は怠らずやってるんですよ、いろんなこと、イベントの前とかは、はいはい、そうイベントの時はこう結構ラフな感じでやるんで、その分なんかね、バランスはいいかなと思うんですけどね。なんか仲良しですよね、でもね。あ、よく言われますね、まあ、嫌いなんですけどねあのね、そう、俺も大嫌いなんですけどあのね、じゃあこの人はいや、まあもう先輩後輩とい う, あそ う, かもう元々元が関係性が出来上がっちゃってるので、なんていうんですかね、もう最近よく先輩風吹かすよね。今もそこは継続してる感じなんですか。そうですね、僕、聞いてくだされば分かると思うんですけど、敬語なので僕いまだに敬語が直んないですね。司さんって、司さんには、そうなんですね。もともとほら、その前もちょっと話したけど、前職のっていう、そのちょっと体育会系な環境で育ってきたので、上下関係はしっかりと、なるほどなるほど、喧嘩はしない感じですね。だからね、仲良しでいいですね。でもそのライブでなんか特にお二人の中でこう、あのライブは特に印象残ってるみたいなのあったりするんですか。いろんなライブありましたからね。まあ、僕で言えば、あのライブっぽくないライブだったっていうのは、オフ会をやった時に、あのまあ僕らのなんかちっちゃい頃の写真出したりとか、僕らがやってきたまあ趣味の写真出したりとか、ね、あのいろんなものをこうさらけ出したっていう、ね、ああいう場はちょっと貴重だったなっていう、まあファンの人も喜んでくれるんで、そういうのを やれたっていうのもあるんですけど、クララのちっちゃい頃のヌード写真もありますから、天もまるで天使だよね。かわいかったいつぐらいからあれですか、天使。それはどういう意味天使じゃなくなったのはですか毒が出てきた10年ぐらい前いやでもね、10年ぐらい、じゃあ全然最近ですか、毒が出てきたのって。いや10年前まで天使だったんですか。いやもうあの中学入る前ぐらいからにはもうやんちゃは始まってました。あ、そうね、そのまま周りの感覚で流されたのかな、本当に。司さんは未だに天使っていうことな感じで。いや僕意外とあのちっちゃい時はブチャだったので、結構あのあちょっと太ってたんだよね。太ってたし、そう、ちょっとあることをきっかけにダイエットとかもしたりしたので、もうちっちゃい時はどちらかというとあんまり記憶から消したいぐらいの、はい、なるほど、一緒ですね、はいはい、感じだったので、はい、逆ですね。そんな悲惨な過去があったの、まあ、そこまで悲惨じゃないですけどね。ぜひじゃあそんな司さんから3曲目のご紹介をいただきたいんですけど、まあ、素直に聞いてもらいたい、自分たちの今 の、はい、あの目線で捉えた大人の恋愛ラブバラード、はいはい、っていう感じですね、はい、作らせてもらった、はい、これだけは言えるよという曲です、はい、聞いてください、はい。
屈な時間の中で、きっかけはごく単純で、心のどこかにぽっかり空いた隙間埋めてくれた君がいるなら、辛い時でも笑って過ごせると思えるから、気の利いたセリフなんて言えないけど、ただそばにいて。二人で選んだ小さな部屋、君といれば大きな宝箱、思い出せばキリがないほど君を抱きしめた場所。ありのままでいいよ、何も飾らないでいいよ、まっすぐに君を見ている。一分一秒無駄にはできない、愛がそこにあるから、俺だけを信じてついてきてくれませんか。すれ違う一人きりの時間が増える、君のことを思う。分かっていたのにそれでも素直な言葉が出てこない。気づかれないようにそっと涙を笑顔に変えて、いつも無理してごまかしてたけど、気づいてたそのぬくもりにずっと。バカなプライドが邪魔をして、喧嘩してた時間も宝物、生ぬるい映画じゃないから、全て受け止めてほしい。ゼロから始めよう、二人で一にしよう。支えて支えられてた。一生一度の願いが叶うなら、君と手をつないで年老いて死ぬまでそばにいてくれませんか。してくれよなんて言えないけど、これだけは言えるよ。君以上大切なものはない。どれだけ会えないとしても、心に別々の時間と場所で生まれてきたけど、出会えたこの奇跡。ぎゅっと握りしめて話したりしない、今一分一秒無駄にはできない、愛がここにあるから、俺だけを信じてついてきてくれませんか。今まだ胸を張って幸せにしてやるなんて言えないけど、これだけは言えるよ。君となら乗り越えてゆけるはず。
お送りした曲はワンフリーナインのお二人でこれだけは言えるよでした。ということでぜひお二人に告知の方もしていただきたいなと思うんですが、はいはい、まず近いところで、そうですね、近いところで、はい、今ちょっと見せていただいてますけれども、うん、はい、ここね、ワンフリーナイン見聞するじゃんというですね、はい、僕らですね実はちょっとこう、特撮ヒーロードラマにですね、はい、出演をさせていただきまして今年、はい、もう本放送は終わってしまったんですけれども、まあ今年の、まあ、冬にですね劇場公開もするということで、はい、まあ、ちょっと映画にも出ちゃうということで、はい、一応そのスタージャンのチームの皆さんとですね、僕らとワンフリーナインの企画ライブ、はいはい、まあ、コラボ的なイベントですけれどもね、うん、はい、チケット価格2000円でワンドリンク500円なんですけれど、はいはい、前売りで22日ですね、はいはい、メールアドレス今載せているのにメッセージを代表者名と、はい、ちょっとまあ見づらかったら、まあ、ワンフリーナインのお二人のホームページで、はいはい、検索していただいてっていうのが9月22日と、はい、ぜひとも、はい、あとは今度こちら、はい、ハロウィンのパーティーをですね、はい、ライブでやらさせていただきます。今年もやります。10月30日ですね、はいはい、メープル、シロップ、うん、ですね、はい、と一緒にですね、メープルシロップだっけメープル塚さん、はい、メープルシュガーさんですまあ甘い感じの甘い感じ、はい、すいませんね、ごめんね、メープル、まあ、ごめんね先輩として許して、うん、その2人と、僕らと、コラボ企画でハロウィンパーティーを、はい、群馬県高崎で、はい、ココイズミという場所で10月30日に、はい、やらせてもらいます。はい、そして3つ目が、はい、これはですねちょっと僕らも、新しい試みなんですけれども、はい、とあるちょっと、舞台をやる形になってまして、はいはい、ワンドロップという舞台なんですけれども、うん、その中で音楽祭っていうですね、うん、はい、今回は企画になってまして、この中で僕らカバー曲をちょっと歌を歌うっていうですね、はいはい、内容になってますんで、うん、ぜひこちらも遊びに来てもらいたい、はい、11月3日ですね、11月3日川崎ですね、はいはい、まあ、全てにおいて情報はワンフリーナインの2人こちらにあるんですけど、はい、info@onefreenine.com、はい、うん、はい、こちらにメールをいただければお問い合わせ可能です。まあ、本当ホームページでワンフリーナインの2人検索いただければいろいろ情報出てるので、はい、よろしくお願いいたしま す、はい、はい、せっかくなんでお時間外なんで最後のじゃあ曲のご紹介をお願いしていいですか、はい、4曲目、はい、はい、4曲目はですね、うん、まあ、なんというかこういろいろやっぱり生きていく中、うん、なんか辛いことがあったりとか、はい、まあ、歌詞の中にもあるんですけど、人生の約3分の1以上は辛いことばかりだけど、でも辛いことがあるから小さな幸せがもっと大きく感じるんだっていう、はい、なんかこう悩みも迷いも今一生懸命生きてるからできてくるもんだから、うん、決して、まあ、後ろ向きなものじゃないよという、うん、メッセージを込めた曲です、はい、View of Life、はい、聴いてください。君にいつも虚しさばかりが募り、見えないだけ俺のせい、もう呆れるよね本当に。人生ゲームの駒のように転がされて負け組の日々、運頼のみに期待した俺バカみたい。毎度やることなすことまた恨め、耐え忍ぶことが男の定め、何でもかんでも投げ出したいこともある。そんな時ひるめ数えて憎み鳴らして、パッと笑って突っ立てないでこの歌を歌えよ。人生の大体約3分の1以上は辛いことの方が多いけど、だからこそ小さな幸せがきっとそれ以上になる。百戦錬磨の勇敢な英雄でも生まれてきた瞬間みんな同じ形、考え方切り替えればすぐにピンチがチャンスにも変わる。不器用さに
づいた時角度変えて笑ってみた。いつの間にか根付いてる導火線、すぐに凍らせて熱く今叫べ。そこで何かきっと見つけられるはず。生きてるだけで不安や迷いが生まれ、いつか立ち止まったとしても間違いじゃない。それで今よりきっと強くなれるだろう。曲はワンフリーナインのお二人でビューオブライフでした。ということで、最後私の方から、告知というか、Facebook とかアメブロとか Twitter とかいろいろやっているんですが、岡田沙織で検索していただくといろいろ出てきますので、そこにLINE の ID とかメールアドレスを常に載せて、20時間基本は若者の無料相談で、大人の方もメールは無料でやってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。で、私からということで、来週9月24日に、19時から代官山で教会 の, チャリティーのイベントがあって、そこで実はワンフリーナインの2人に今回チャリティーライブを20分ほどしていただくので、本当、はいはい、ぜひぜひお楽しみで、私も初めてお会いした時に聞いて、おなんかすごい 見た目と違ってポップな感じ。ごめんなさい、ずいぶん爽やかなんて。でもなんかその時の印象がね本当残っていて、ぜひ教会でも歌ってもらいたいと思ってね、はい、今回やっと実現するので、ぜひお越しいただけたらなと思います。ということでね、あとね少し少々時間があるので、ぜひワンフリーナインのお二人、はい、これねいろいろ本当に活動されてて、ライブだったりいろいろされていて、今後なんか抱負含めて最後メッセージがあればぜひ。そうですね、一つ一つのライブをですね、僕らも一生懸命気持ちを込めてやっておりますので、はい、ぜひ生歌を聴きにですね、来ていただきたいなと思います、はい、本当にね、もう楽しませる自信しかないので、皆さん来たからにはワンフリーナインを大好きになってもらって、うん、僕らもあなたたちを大好きになるのでぜひお越しください。はい、愛がいっぱいですね。本当9月24日もすごく私も楽しみにしていて、はい、いろいろねされていて、あと今後なんかその俳優産業みたいなのもやっていかれるんですか。やれることやっていこう精神なので、基本的には、はい、音楽以外のことでも、やっぱり芸術ごとなので、普通にやっぱ楽しんで楽しいしね、いろいろ楽しんでやれることは何でもやります。チャレンジしていきたいと思っております、ね、そうですね、はい、ぜひ私も教会含めてなんか応援をしていきたいなと思ってるお二人で、で先ほども、ね、聞いてたら、ね、そのお父様のことを思ってとか、はい、本当そういう男の子の相談も、ね、なんか結構多いので、はい、なんか聞いて元気が出たり、俺もちょっと親時代にしようみたいに、なんかこう共感できる部分とか伝わる部分があれば嬉しいです、ね、私もそうすごく思います、はい、ということで最後にもう一回、9月22日の新宿と、はい、10月30日の群馬と、はい、11月3日の川崎のイベント、はい、ぜひぜひワンフリーナインの二人お越しくださいということで、はい、それでは1時間枠でお送りしてまいりましたが、本日の放送は以上となります。今日も番組をご覧いただいて本当にありがとうございます。この番組は一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたしました。